今日はだって長尾さん来るって言ってビビりましたもん。いやいや、マジでどんどんレベルが上がっていく。そんなことない。レース優勝歴のあるお二人がここにいるからもうやばい。いや今日はちょっと質の高い練習になりそうですね。いやウェンズデークラブ。ウェンズデークラブ。ネーミングセンスよ。楽しそうな響き。ただの水曜日の集い。あのガチをもう声かけたんですけど、チラッとちょっとね今日はあのビビってあの来ない。あビビっちゃった。ちょっとハードボイルすぎるって言って。なぜかクマはいい。あ成瀬さんはもう何回か来たことあるか。いや1回だけ。一回だけ。チーム三浦の。はい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 、サポートで来て、あその時にサポートでこの車で登ったんですよ、ここ。はいはいはい、そしたら、これいい坂だなと思って。で、まあ、三浦さんたちはそのトレイル登ってきたんですよ。ああ、やっぱそうなんですね。そうそうそう。ああ、なるほど。ここいいなと思って。今度三浦さん誘ってみよう。やばいな。うち近いから、車乗っけてこようかな。やば。いい、ああ、そぼうすけ。乗りがやばい。辛い時が上り坂っていうことは上がってる。上がってるってことですね。やばい。下っただけで汗がすごい。やばいですよ。もうやばいですよ。もうすごい疲れた。この時間でちょうど5キロ。まあじゃあ今日はしっかり3本やるっていう感じで。しっかり3本。はい。まああんまオーバーペースにならないように。そうですね。はい。そこだけです。はい。自分はもうちょっと置いていかれると思うんで、いやいやいや、後ろの方で。2本は、ペース合わせていって、3本目フリーでいきますか。はい、オーケーです、オーケーです。こんな感じで。はい、多分俺の方が一番遅いかも。バイクの方が疲れてると思うから、多分いいかもしれない。じゃあちょっとここからか、セグメント引き直すんですか。あ、まだ大丈夫です。あるんですか。いや、なかったんですよ。あ、なかったんだ。なかったっぽいんで、ちょっと後で作ろうと思います。そうですね、せっかくだから。はい、よし。じゃあ1本目行きましょうか。はい、はい、ちょうど5キロですね。はい、じゃあお願いします。はい、上で休憩で。はい、あ大丈夫だ。やっぱ上りだったらあんまり痛くない。あそうですか。はい、おお行ってない。いやなんか追いつけないかも。あでもまあでもこの平地区間でちょっと稼いどかないと。いや重そうだな。あれとマックスなんだ。いや、やっぱやってますね、レースさんも。なんてことない道に見えますけど、うん、結構急勾配ですよ。うん、この後もっと斜度上がりますもんね。そうでしたっけ。そうですね。あのつづらになってからがやばいっすね。これは結構暑さがきついますね。よいしょ。日陰に入るとマジで体感温度が5度ぐらい下がりますね。うん、涼しい。あ、風が気持ちいい。1.45キロですね。あと今の距離の 2.5 倍ぐらい。やっぱでも上りの方が時が流れるのが一瞬な気がする。うん、痛いしね。そう。ありがとう。ちょっと痛かったんで。見えました。反対側登ってます。1分15秒、心拍数165です。
足型の2本目の鶴岡山の林道のクライムに近い感じですね、傾斜的には。よいしょ。これはやばい。結構いい塩梅みたいですね。揃ってきますね。でもこの斜度はやばいですね。やばい。あ、風が吹く気持ちで。いや、ウェンズデークラブやべえな。パンチあるよ。今 3.7 キロで心拍数167、ラップタイム22分10秒。パワーがね、拾ってねえんだけど、まあ、累積上昇340アップですね。あと150。ふぅ。えい。うわ、来た。1本目、30分40秒。ナイス。心拍数162。ああ、暑い。まあでもなかなかいいですね。これはいい。これはやばい。これはやばい。やばい。車はもう一台もすれ違わなかったですね。今の間。いいかもしれないここ。ヤベツより。馬がいないから、うん、そうですね、うん、風もまあ今日は特別いいのかもしれないですけど、いい感じに吹いて、上に来たらちょっと風が吹いて、ちゃんとクールダウンできそうで。おお、そこにいたのかい。なかなか気持ちいいトレイルじゃないですか。まあ涼しい。ヒルとかがいるような感じじゃないですね、今日は。乾燥してて、地面もね、カラッとしてるって言ってたら座れたりしてね。あ、鍵入ってるとこもあるな。大丈夫かな。まあいいや。汗、うん、汗あんまかかないよね。いやいや、でも結構かいてますよ、ほら。そう、はい、結構かいてますちょなんですけど、多分これも多分高知連の効果なのか、いつもよりは出てないかもしれないです。そうな、はい、もしかしたら、ミトコンドリア先生がちょっと元気になってる。じゃあ行きましょうか。はい、用意できる。
キロ11分20秒心拍数169です。暑い、さっきより暑くてきつい。木陰はねすごい気持ちいいんだけどね。3キロ通過17分40、心拍数167です。サングラスが汗でびちゃびちゃだ。さっきよりちょっと早く追いついたな。1分半ぐらい早いかも。今 3.4 キロですね。お、来た。あ、さっきより暑いっすよね。やばい、気温がぐんぐん上がってる。4キロ24分28、心拍数168、汗やばい。30分30、心拍数172、3あたり。はあ、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 なんかね憎めない顔してんだよね。見守ってくれてる感じがしますね。まあおじさんがね制覇してるだけだけどね。どんな感情なんだろう。眺めてる方としては。今40秒ぐらいだったかな。そうかな。はい、ストロングフィニッシュ。まあまだ終わりじゃないんですけどね、もう一本ありますが。いやナイス追い込みですね。最後に緩やかになるから。最後の最後でやらなきゃって感じ。やらなきゃって。そう、来るんじゃねえかって、どっちなんじゃねえか。はい、っす。でさ、暑さがちょっと凶暴さを増してますね。やばいよ。いや、暑いわ。なんか日陰で風を浴びてもなかなか体が冷えなくなってきました。そうだね。いやきつい。ちょうどでもあれですね、あの足柄峠走と時間的には同じぐらいの刺激時間ですね。30分ちょいってことは。ああ、あっちは違う坂を3つやりますけど、こっちは同じ坂を3つやるっていう。まあでもつなぎのロードが短い分、こっちの方がなんかお得感ありますよね。短時間で累積稼げますみたいな。しかも傾斜がきつい。傾斜がきつい、全部きつい。最後は登り切ったらあっちのピークまで行ってみますか。行きましょう。すぐそこです。行きますか。はい、多分今日見えるんじゃないですかね、あの富士のお山が。確かに高速からもすげえ綺麗に見えてた。見えた見えた。そこあれですよね、一応富士百景かなんかなんですよね、大山って。そうなんだ。実はだから多分普通に休日の冬場の休日とか雪ついてない時は景色すごいから見に来てる人多いと思うんですけど、なんか大井松だから見る富士山ってすげえでかく感じるんだよな。あれ何なんだ。近いっすよね。はい、近い。足柄峠荘もあの登り切って一回降りていく途中のあたりから見る富士山とかもうすぐそこですよね。よいしょ。
この辺から左側見ると多分牛がさっきはいたんですけどいないかな。いました。あれ本当だ。あ、今度馬か。すごい。はい、遠くでしょうね。野生の馬はさすがにいないです。まあなんかでもいてもおかしくないぐらいのね。この辺だけちょっと階段であれですけど、うん、もうちょっと行くとすぐトレイルに入って気持ちよかったですよ、うん、日陰だし下りやすいです。あ、全然走れました、うん、はい、ノードシューズでも。まあ今日はね地面が乾いてるんで、うん、昼も多分全然いないと思います。いい絵ですね。上羅の男が2人。夏らしい。夏らしくて。いや、いい。おー、涼しい。はい、全く問題ないです。もうこんな使い古したクッションもないようなランシュでも全然大丈夫です。まあちょっとね細いですけど。ちゃんと整備されてるし。はい、ペースは前から取ってもいいですか。あの距離感は自分で調整してください。こんなこと言われてもわかんねえよ。何本も練習で撮影したりするんですか。いや、ほとんどしなくて。あんましないですよ。ガチガチの練習ばっかり。プッシュプッシュ。写真も撮ってないときある。あ、なるほど。ガチですね。ガチで。なるほど、何の通りガチだ。やっぱチームによってカラーがありますよね。そう。ジュニアチームとかやってたときは結構写真撮ったりしたんだけど、まあ、ファンランニング要素っていうか、うん、まあ、そういうの、はいはい、なんか景色のない、はい、本当にループするとかそういう練習ばっかりやってる。なんかたまにヤビツとかでもやってますよね。ヤビツでやってる。あとね、峠層とトレイル組み合わせたりとか。あ、峠層とトレイルのコンバインドとか。コンバインドしてマジ走りやすいですよ、ここ。まあそれなりにね、多分勾配はあるんですけど、うん、固められてるから。踏まれてるから。
やここはいいですよ本当。ここを登り返すのはそれでそれできつそうですね。それはそれで面白そうですね、はい。ナルスタの方からすげえけど水が下だって。冷たい水だから。いや。うわ。すげえ。あっさ対策も。じゃあ万全でしょ。万全ですよ。すげえ気持ちいい。やばい。いや一気になんか5度くらい涼しくなってきます。ああ、冷たい。この山、ちょっと怖いな。預けるっていう寮にしちゃってさ。ここにずっといろっつって、うん、ここでもう毎朝ロードワークはやっぱ大野山登らされるんですね。登らされるんじゃないかなって。すげえな、すごい国際。日本で一番の山の中の国心。そうそうそう。辛い時が登れたか行きますか。行きましょうか最後、はい。もしかしたら自分途中 の水場で組んでいくかもしれないです。なんか左側に塩水かなんかがあった、はい、ちょっと降りれば組める感じでしたかね。もしかしてそう、なんかあれがあったな。そうですね、ちょっと水がないとやばすぎそうなんで、組んでいくかな。見逃さない。はい、よいしょ。最初の1キロ5分ジャスト、心拍数172です。今 1.3 キロ地点の仙台水で水汲みました。結構冷たいかもね。ストッパーのほうもまたきつい。あと 3.5 キロ、1分半、心拍数172です。3キロ17分45、心拍数173です。心拍数以上にきつい。暑いからすげえきつい。4キロ24分半、心拍数174、吸水込みだから
まあ、一番硬いから進んでるペース的には。ただきつい。30分26、給水でマッサージ10秒ぐらい使ってるから30分ぐらいですね。ああきつかった。ああ暑い。やばい、汗の量が。心拍数176、5あたりですね。ああ、ああでもウェンズデークラブ、いやピリッといい練習でした。ああ疲れた。足柄3本と、まあね、同じくらいの時間ですけど、上りね3本1時間半で、なんかこっちの方がやっぱ傾斜が急だからかな。きつい、とにかくきついです。ああ疲れた。さっき汲んだ水ももうすぐなくなりました。すぐなくなった。ダメだ。よいしょ。はい。よいしょ。お疲れです。途中ダメ。きつかったんですね。オーバーヒート。3、4キロぐらいでしょ。全然体温下がらないエリアありましたよね。で途中さもうさ気持ち悪くなっちゃってもう止まって休憩した。走らなくなっちゃって完全にもうあのやばい。クマさんと一緒に3人で。あいいっすね、いいっすね。クマさんそうこの子、こんなおじさんたち見て何を思ってんのかなと思って。あクラブあの自ら洗礼を浴びてるから。いやいやいや、あ網にかかった。来た来たけどめっちゃ強い。めっちゃ強い人来たって。いやいや、網にかかって引きずり回します、ね。引きずり回されるんだって。いやいや、網にかかったのがすごい。俺たち。そう、俺網かかっちゃった。いや引きずり回してください。トレイルとかもやりたいですね。ね、トレイルやりたい。ハードな。峠走は。大野のあのピークで。なんかそうですよね。自販機ぐらいあってもね。逆に何のための伝統なんだろうっていうね、伝統なんだろうって。さあピークに向かってます。なんかすごそう。お、やばい。すごい気配が。これはちょっと自販機はないかな。ないですね。あったら神なんだけど。あないか。うわあすごい。ああ素晴らしい。おほうえいさんくっきり。うわすげえ。うわすごいすごい。なんかでも雪がないあんま少ないからかナチュラルに あるなって。あれ本当に富士山ですかみたいな距離感が近いですね。ああ涼しい。はい、着きました。いや富士山どこんだよ。いやすごい。やばすごい。すごいじゃん。何ここ来てよかった。あ来てよかった。なんかやるならここ拠点の方が気持ちいいっすね。でも確かに確かにここいいかも、ね、すげえ。こんなに広いんだから。あ昼寝してる方がいる。いいな。さすが富士百景かな。そう
あれ丹沢湖ですよね。丹沢湖。丹沢湖が見えて、ね、そう。はいはい、あの辺の公園も結構綺麗なんだよね。あ、相川宮ヶ瀬公園だっけあれ？あ、なんだっけ？相川なんとか公園みたいなあったっけ？それはあれですね。もう一個、相模湖の方ですよね。そうそうそう、ああ、疲れた。めちゃくちゃいい時間に終わった。何時ですか？11時20分。いいっすね。まだ昼前だからね。いや、早く始めたからよかった。ね。ですね。いやいやいや、マジで。ありがとうございました。ありがとうございます。こんぐらいの時間に終わればね。そうそうそう。まだまだ1日だ。ちょっと帰りに入りしてからでもまだ。これ以上遅かったら使わせてもらえないじゃん。大野山 T シャツ。T シャツ売ってんの？うん。1500円。大野山 T シャツ。牛乳も270円。いかがですか？ちょっと高級ですけど、サイズ感がちょっとね。高いな。隣の金太郎牛乳のちょっと大きさとちょっと比べちゃいますね。飲んでみたいけど高いな。ちょっとね、高級だ。そうですね。ということで今日はなんだ、ウェンズデークラブ、5キロ500アップ。500アップの峠走3本ですね、やりました。下りは1本ロードで自分は降りて、あと2個はなんかトレイルで降りましたけど、結構走りやすくて良かったですね、あれね。っていう感じでぐるぐるするには良さそうな場所でした。良かったです。良かったです。ティースのおすすめです。一押し。一押しです。ただマジで暑い。暑い。暑い。坂はえぐい。えぐい。野田さんもだいぶ冷上がりましたもんね、最後ね。ね、最後だってもうマジで、ね、マジでくたばったけど。歩き入った、ね。パンチがある練習ということで、興味がある方はやってみてください。ぜひ。次回7月13日、水曜日、はい、ウェンズデークラブ。場所はまだ。ネーミングセンス。つわものの方は、よろしければ DM ください。お待ちしてます。はい。